どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ぜひとも皆さん見てください。私のトロフィー数3600を超えました。イエイ。あとですね、私ですね、まあそうですね、巷では新チャンプと呼ばれる3600、まあ、チャンピオンリーグっていうのは基本的には3200ですけれども、3600をですね、まあ、超えるのはまあ新チャンプだというのはですね、まあ、どっかで聞いたことがあるんですよ。なので私勝手に、それをそう呼ばせてもらっております。そういうことで3600に行ったっていうですね、ただ広告にしてしまったらですね、ただの自己満動画なんですよ。私の動画を見ている方が全員がですね3600以上のトロフィー持っているとは限らないので、ぜひですね、3600の特権、なんと村を検索中にチャットをすることができるという非常に一つの要素、それをですねちょっと確かめていこうかなと、思っております。早速いきましょう。まずは敵を検索、敵を探す。これですね、ちょっと時間かかるとひょこって出てくるんですよ。ひょこってで、ちょっと時間、今結構かかってますね。それでこう、ちょっとグローブ、で、こうね、こうなるということですよ。まあ、要はですね、その、ちょっと、やっぱり、時間がこういう時とかは、チャット出てこないんですよ。ちょっと左側ずっと見ていてください。検索がですね、短いと左側に出てこないんですよ。混み合っている時というか、回線が悪い時にちょっと出るのか、ちょっと定かではないですけれども、マッチングがね、そのマッチングの影響、要するに村が少ないっていうことじゃないですか。まあそのね、そのこの3600以上はにチャットができるっていう機能が追加されたのは、まあ前昔のことだと思うんですよ。それの昔っていうのはユーザーももちろん少なかったですし、その最高のトロフィー数っていうのも、その変わってくるので、まあ、昔は3600以上はほぼほぼ敵が出てこないという状況だったんでしょうね、おそらく。ですけれども今はですね、もう145カ国で世界ナンバーワンのゲームということで、そうですね、人数もね、ユーザーさんも増えることによって3600以上のユーザーも非常に増えたということで、このようにすぐ見つかるんですけれども、まあ、実際このチャット機能見てくださいよ。最初しか出てないですよね。最初しか出てないんですよ、お気づきの通り。3600以上でチャットができるっつってもですね、マッチングが長くないとチャットできないんですよ。うん、普通にチャットしたいんだったら普通に画面に戻ってくださいっていうことですよ、要は。はい、まあですね、私の予想ですけれども、まあね、3600、まあ、4500とか超えたら多分ずっとね、多分虫眼鏡のゲームだと思うので、まあこの機能役立つかなと思うんですけど、現時点3600で、チャットが使えるようになるっていうですね、そのブログとかでもですね、インターネットとかウィキペディアとかでも豆知識とかね、小技とかで載ってるんですよ。それをちょっと今回試してみましたけれども、ほぼほぼ出てこないですね。マッチングが短いと出てきません。ということで今回は、チャンピオンリーグ3600、巷で言われる新チャンプにてチャットとかね、いろいろチャンピオンリーグにまあ来ていました。まあですね、トロ上げ救急さん、どうやってトロ上げしてるんですかと、まあ、いくらなんでも早すぎだろと言われるんですけれども、攻撃ログ見てもらえば分かる通り、まあ外出しが来て、でも基本的にミスがないです。基本的にミスなしでやってます。基本的にもうタウンホールを、星3、あ、ここミスってますね、一番下。基本的に星2で、もう星3とか狙わないで星2狙いでズカズカやってます。なのでアーチャークイーンとかも温存するために基本的には 50% で終わらすようにしてます。ということで動画長くなるとね、また怒られてしまいますので、怒られないかな、この辺にしておきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。